しんどくて辛くて自分の足で立てなくなる日があるかもしれない。ちゃんと支えになれる杖の役割ができる楽曲を作りたい。もう何ヶ月も前から君にずっと会いたかったんだぜ。今日初めて会ったわけだけど、君たちとは何ヶ月も前から音楽でつながってました。会えて嬉しい。会えるまで実感が湧かなかった。君たちが俺の作った歌を、俺たちの出した音を受け止めてくれたやつだったんだな。会えて嬉しいぜ。本当にありがとうよ。この曲は窓の中からっていうタイトルです。千人の5人目と一緒に歌います。5人目っていうのは君です。今現在18歳世代の当事者の人だけでなく、これから迎える人、かつてそうだった人、一人一人に届くように歌おう。誰かの耳に届いたら窓の中からは完成です。よろしくお願いします。ようやく気づけたよ。同時に響く声。